輝が一塁ランナー、セカンド取った、トス、アウト。痛い、手が痛いの。万歳して投球をブロック、反則窓でアウト。痛い、ダメ、触らないで。でもカメラさん、俺のこと撮ってる。こんな足の遅いボトゲーも役に立つことが、完璧なゲッツーコース、そこへ滑り込んだボトキー、ゲッツーならず一見儲け。もう一度よく見てみると、この足もない。この試合、いい人ボトキにとんでもない災難が。二塁に必死で戻るいい人もときに、起きて破りの顔面タッチ。それでも痛みに耐えるいい人もとき、そう、いい人もときは決して起こらない。おいきや、密かに復讐のチャンスを待っていた。そしてその時はやってきた。もときの一打はフェンス直撃の長打コース、全力疾走でスタンドへ滑り込んだ、その時だった。さっきのお返しとばかりに顔面ストップ、見事復讐成功。しかも練習の完全犯罪。さすがいい人、いや、獣もとき抜け目なし。